これ買ったんですか。いや、これまた14でした。ガス以外って低温まで合ってちゃったそうでしたよ。でもなかったからな。携帯買ったんですか。いや、これまた14でした。
男子以外って軽音部じゃなかったから、そうでしたよ、興味なかったからな。ピアノとかバイオリンに比べて、そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ子供の時からやってるみたいですよ。高校の時ではそうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね。はあったんですか？いや、勉強コースだったんで、特にそういうのは入ってなかった。そうか。歌って始めるの全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ子供の時からやってるみたいですよ。高校の時ではそうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね。なんかね、この人が集まって、音頭はあったんですか？いや、勉強コースだったら特にそういうのは入ってなかった。そうか、うん、歌って始めるの全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ子供の時からやってるみたいですよ。高校の時ではそうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね。なんか
かね、そのなんか人が集まってて、ね、温度はあったんですか？いや、電動コースだったら特にそういうのは入ってなかった。そうか、歌って入ってるの全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ映画の時からやってるみたいですよ。高校の時では、そうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね、なんかね、そんな人が集まって。温度はあったんですか？いや、勉強コースだったんで、特にそういうのは入ってなかった。そうか。歌って始めるの全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ映画の時からやってるみたいですよ。高校の時ではそうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね、なんかね、そんな人が集まって。温度はあったんですか？いや、勉強コースだったら特にそういうのは入ってなかった。そうか、はい、歌って始めるの全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ映画の時からやってるみたいですよ。高校の時ではそうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね、なんかね、そんな人が集まって。で、温度はあったんですか？いや、勉強コースだったら特にそういうのは入ってなかった。そうか、歌って始めるの全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ映画の時からやってるみたいですよ。高校の時ではそうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね、なんかね、そんな人が集まって。温度はあったんですか？いや、勉強コースだったんで、特にそういうのは入ってなかった。そうか、はい、歌って始めるの全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです。やっぱ映画の時からやってるみたいですよ。高校の時ではそうなんで、専攻とかやりたかったですね。ねえ、いいですね、なんかね、そんな人が集まって。で、温度はあったんですか？いや、勉強コースだったら特にそういうのは入ってなかった。そうか、
って始めるのも全体的に遅いんですよ、ピアノとかバイオリンに比べて。そう、歌えるもんね。でもなんかミュージカルとかやる人は早いらしいです、やっぱ。これの時からやってるですよ。高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、うん、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、うん、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、うん、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、帰りにピアノ教室行ったりしてましたね。で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、帰りにピアノ教室に行ったりしてましたね。で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、帰りにピアノ教室に行ったりしてましたね。で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、帰りにピアノ教室に行ったりしてましたね。で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、帰りにピアノ教室に行ったりしてましたね。で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、帰るのに1時間半くらいかかってたから、もう知らなかった、知らなかったかな。あ、ピアノ鳴らしてたから、帰りにピアノ教室に行ったりしてましたね。で高校の時企画があったら、はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、帰るのに1時間半くらいかかってたから、
何もしなかった、知らんもしなかったかな。あとピアノ鳴らしてたから高校の時企画でやってました。はい、高校の時は放課後は何してたんですか？放課後友達と教室で喋ってました。あと家が遠かったから、うん、帰るのに1時間ぐらいかかってたから、うん、何も知らなかった、知らんもしなかったかな。あとピアノ鳴らしてたから帰りにピアノ教室寄ったりしてましたね。